はい、今回はですね、まあ、ドラムを演奏するにあたって色合い、まあ、おそらく初級者の方から、中級者の方、まあ、上級になってもですね、スピード感、早くプレイをするっていうこと、プレイの中に速さを求めることがとてもこういいとされていることが多々あると思います。まあ、ほぼほぼプレイヤーの中では多数そういった方がいると思います。どちらかというと、まあ、遅いよりは早い方がいいっていうのが、まあ、仕事の上でもこうスポーツ選手の中でも他のプレイヤーでも速さっていうものがある程度やっぱりないといけないと、まあ、それだけをやはり求めてはいけないんですが、ではなぜその速さが厳密に言うと必要なのかというところを今回は焦点にお話ししたいと思うんですけども、例えば、シンバルのクレッシェンド、これをですね遅くやった場合、これすごく単純で分かりやすいと思うんですけども、やっぱり単発で一発で鳴らす確率が多いというか、一発一発の分かりやすさが顕著に現れるわけですよね。これをただ細かくとても速くすることによって、この音の短さで隙間を埋めることによって、連続して流れるという、まあ、そういったこともできるわけですよね。なので、まあ、本当に凄技で速い、ゴスペルチョップスみたいな速さを求める方は、それでもいいと思うんですけども、まあ、できないよりもできた方がいいと。で、あえてそれを使い分けすることが非常に大事で、まあ、たまにこういう方いらっしゃいますけども、そういう難しい技をあえてやらないんだみたいなことを言ってる方がいらっしゃいますが、まあ、多数の方はですね、そもそもそれができていないという方が多いですよね。もう本当にそこを極めて、できるんだけれどもあえてしないのか、本当にできないのか、ここの差はすごく、顕著に現れて、できないよりはできた方がいい。そしてそこの使い分けをあえて知っている。まるで坂本龍馬のような、こういざ剣を抜く時っていうのは、こう本当に必要に迫られた時、本当の達人っていうのは、こう狼のようにですね、牙を剥き出す時は、いざ、自分がそういう必要に駆られた時だという感じでですね、やっぱりここの極めておくことは非常に大切だと思います。なので、例えばこういうプレイをするときに、といったような感じですね。一定の普通の、ビートグルーブはあると。ただ一瞬どこかでこう色合いをつけたいとき、シンバルのこうクレッシェンドで鳴らすのか、まあ、フロアで地響きのようなこうティンパニーのクラシカルな、感じを出したいのかとか、まあ、そういった感じですよね。普通にロール系で、鳴らしていきたいのかとか、それは本当楽曲の雰囲気だったり会場のライブしている方なら会場の雰囲気だったり、そういうのに合わせてこうやっぱり自分を表現、作品を表現するというところで必要になってくるので、やっぱりですね、この速さっていうのはある程度はやはり必要であるというお話でした。ぜひ皆さんもですね、できないことを自分、私はそれを求めていないからっていう言い訳をするのではなくて、やはりこうできないことにあえてどんどんチャレンジしてぶつかっていく、そしてできるようになる、そこからこうどう使い分けるかが必要なので、まずはですね、一通り技術をですね追求してやってほしいと思います。そんな感じでまた次回お会いしましょう。